大食い企画イエーイ。あの、クレナの豚に出てくるメガネかけてる豚みたいな。お前で一回かけてみ。クレナイリゾーマート。ジブリの方だわ。はい、今回はもう目の前にドドンとありますよ。ブルーアイスファイトダッダッダッ。もう出てるし。はい、ということで今日はミニカップ麺大食い対決。イエーイ。俺の勝ちだわ。イエーイ。ちょっと待って、あの、もうね、パターン化されちゃってんだよ。お前が最初ガーって食って、うわ、こいつ早いで、後からしっかりと追い抜いて、勝つみたいな。これお前勝つまでマジこれやり続けるから、この企画。それもパターン化してるから、最終的には、ターボやっぱ SNS 勝てるやついねえよってなるんだよ。はい、ということで、ミニカップうどんとそば、計50個用意してる。おー、ミニとはいえ、50はやばいから。レッツオーガイメイスメットカモン。さあ、ということで、今ね、5つお湯を入れまして、味が全て違います。同じものを食べないとやっぱ公平じゃないんで、順番に食べていくと。一通り食べ終わって、もう一通りみたいな。1種類ずつ食べていくと。今回、汁は飲まなくて大丈夫です。健康的な害が出るということで、今回は汁は全部飲まなくて大丈夫で、中の具だけ全て食べて、OK という。はい、行きましょう。いただきます。いただきます。最悪の状態です。おお、来た来た来た、粉末スープ。最初が。これ最初に入れるもんなんだよ、これ共栄が忘れたんだよ。あ、あえて人生が一番うまいじゃないの。こんなもん意外と、あ、なんか余裕な気がしてきたな。あら、いただきます。はい。おお、いくね。うまい。ゆうまです。はい。てるんてるるるるるん。あー、これが正規のやつね。セーラームーン。てて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 てもし靴ただのデブ。サイレントはやめろ。おいちー。どう、厚揚げが厚い。終わり。はい、1杯目終了。終わり。ちょっとね、厚さがあるらしい。あ、終わり。はい、ということで一杯完食。うえい。うわー。はい、2杯目完食。あ、やってんぞお前。食えよお前。大輝2杯完食。ねえ、本当にやだ。完食したって見せんだよてめえ。そう、2杯目完食。しゃー、オッケー、完食しました、2杯目。はい、3杯目完食。はいよ。3杯目完食。おい、3杯目完食。ほら飲め。飽きた、もういいや。タオル持ってきて、汗やばい。何杯？4杯目完食。おい、4杯目完食。4杯目完食。いいのなかったからパンツ。ふざけんなよ。俺昨日履いたパンツこれ。くそ。あれ、もうペースダウンですか？おめえのお湯入れんの待ってんだよこっち。怖い、完食。早い。はい、早すぎる。追いつかない。ほぼ俺映らんとくわ。おい、俺食えねえよ、麺硬すぎて。まだ次俺2周目入ります。天気予報とかやってる時の後ろの元気な大学生。お前やっと映れたから。6杯目完食。早っ。はい。走る走る。なんで俺たち、なんでこのタイミングでランナー。お前も海苔ぐらいいただいてくれよ。ああ、オッケーオッケー、持ってきたから調味料。ねえ。うわーね。なんでお前飲む。うわ、バカなこいつ。匂いのから。3杯目完食。分かるぞ、気持ち。俺も辛かったからさ。なんか辛かったよな、ベースソース。繊維がないわね。もう揺れてるもん。横揺れしたら俺繊維なくなってる状況だから。いいことばかりじゃないからさ。発酵力8。まだターボ5これ。おっせー。6杯目完食。はい、9割り、9割り。10杯、10杯。あ、10杯完食。ターボマジで今回やばいって。あ、はい、7終わり。はい、11杯目完食。はい、11杯目完食。早いわ。おいさ、暑さでさ、固まるね。暑さで固まると。うわ、おい。はい、13杯完食。おお、僕がこの前食べたハンバーガーの個数13なんだよね。それは別に聞いてない。おい、やばっ、いけるぞ。頑張れ大輝、いけるぞ大輝。頑張れ大輝、いけるぞ大輝。
頑張れ大輝。おいおいおい、じゃあ来いよ。分かった。はい、確かに。あー、これでね、これで今回、はい、これでね、おー、決まったね。そうそうそう、やぶない、やばい、猟奇的。あ、10杯目完食、うん、イエイ。16杯目終わったぞ。16杯目完食、あと10杯で勝ち。あの、耳元で、はいはいはい、俺あと2杯で終わる。11杯目完食ね。うん、11。遅ない。いや、きつい。よく駆け抜けたな、ここまで。この大食いチャンピオンがここまで言うって相当きつい。だってもう、飲み物めっちゃ飲むもん。だってお前ここでしょ。俺まだ飲みたい。ここで。ほら、全然飲んだよ。いやー、やばい。いいよ、今の精神的当たってくいいよ。俺の修羅場としては、天ぷらなんだよ。ただね、一つ、今までの天ぷらとして、口数多くなってくると、全然食わなくなる。この状況だから、いよいよこの感じ。17終わったぜ。これなんでずっと来ないと思ったけど、勝てんだよ、これ水だから。え、あー、そうそう、これだけね、水でやりました。気をつけて。俺なんか、ハワイ来てるやついる。おい、右のやつはハワイかもしれないけど、左のやつはただの高橋優やつか。僕らは一緒に、それ、菅氏顔や。なんか、いつもよりお前たち、本当にボスだよね。この勢いでいけた。これ実は数えミスで、はい、15でした、15でした、15でした。はぁ、いろんな精神攻撃を言ってるけど、実は大したことなんでね。でもさ、いつもだったらターボーさんは目の前の商品を食べてるんですよ。今日は見てください、もう休憩タイムですよ。あー、待った。お前まさか余裕だから。そうだ、俺のトラップに引っかかったようだな。気づきねえよ。一本も食べたくない。ギブアップってことでよろしいですか、今の発言は。いや、まだ諦めない。やばい、こいつのマジ見てやばい、このさ。うわー、悔しくないの、お前、こんで言われて。俺なら悔しいけどね。なんだその熱いやつ。やってみせろよ、お前らできる。さあ、食え。ノリくん、あそこに希望の光見えるだろ。何もしない。はい、さん、16杯完食。あー、熱いわ。リタイアいいっすか。リタイアはしない。食べたくない。食べたくない。リタイア、うわ、リタイアしない。なんでだよ。もはや美味しさ感じない。ギブアップだ。ギブアップはしない。やれ。よし、俺がここで追い打ちをかけてやる。行くぜ行くぜ。4敗差だわ。しかも相手結構余裕あったんって。お前ね、もうここに来られたらもう突っ込みしない。今まあ余裕ですよ、4敗差ぐらい。結構来てる。リアリティじゃん。1本ずつ食べてる。めっちゃ効果現れてる。先生、どうぞ勝負しようぜ。頼む。お前も1本。今ね、満腹中枢4.628ぐらい。刻むね。ターボは6.2ぐらい。もう限界超えてるやん。結構きつくなってきた、マジで。やばいよ、やばい、結構もうね。おっ、楽しいだ。当たり前だろ。俺だってな、過去何回も優勝してきたプライドがあるんだよ。王者がこんな屈辱的な展開許すとでも思っているのか。おお、いいよ、いいよ、来た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 。おお、やばい、やばいよ、こいつ余裕じゃねえか。箸置いたけさ、大丈夫か。余裕だよ、俺だってこんな。やってんな。余裕じゃないやつ。つい、いや、全然余裕だよ、まだまだ。ついっしょ。もっつい、もっつい、もっつい、ついっかい、もっつい。あー、ごめん。え、ほんじゃリタイア。2分。マジの方でいい。いや、マジで吐きそう。普通にもうこれ以上食ったら伝説が塗り替えられました。新王者大輝。イエーイ、やっと勝てた。もう任した、ついに。これがさ、僅差だったらまだし、4だよ。俺も結構もうパンパンっすよ。もうこれ食えない、多分。すげえバトルだった。はい、ということで新王者誕生ということで、みんな勝ったよ、ターボーに。まあな、ターボー、次は挑戦してもいい、やってやるから。悔しい。大輝すごいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。よろしくお願いします。次回の大食い企画リベンジでお会いしましょう。バイビー、バイバイ。好きになって信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が言う。